ホワイトハウスキャンパーが公開。ホンダ新型 N ボックスのキャンピングカーが、幕張メッセで開催中のジャパンキャンピングカーショー2024に登場した。ポップアップルーフを採用した、いわゆる、車上泊仕様である。愛知県のホワイトハウスキャンパーがお披露目したもので、N ボックスキャンパーネオポップというモデル名だ。 ルーフのテントは長さ 1880× 幅 1020× 高さ9 6 0ト、mm、ルのサイズで、就寝定員は2名となっていた。同社は従来型 N ボックスでも同様のキャンパーを販売していたが、そちらの就寝定員は4名、車上泊2名プラス車中泊2名。その点をスタッフの方に確認したところ、 4名が寝られるタイプも開発中ということで、現在どのようにフラットな空間を車内に作れるか調整しているようだ。うちはホンダ車のキャンピングカーを長くやっていますから、と。自信を見せていたから心強い。エアヒーター付きも登場するぞ。N ボックスキャンパーネオポップのポップアップルーフは、内部に照明が設置されており、 メインバッテリーから電源供給テント部分は3面網戸や生活防水テントを選ぶことができる展示車両のようなポップアップルーフ仕様の他にポップアップルーフプラスエアヒータータイマー付きプラスサブバッテリーなどを備えるホットパッケージも従来型同様に展開されることが分かったなおベース車は 標準型、カスタム、ターボから選べ、2WD、4WD ともに対応する。実は撮影した車両は、N-BOX の新グレード、ファッションスタイルをベースにしており、同グレードをベース車として指定することもできる。展示車両の価格は327万3600円。会場では新型、n ボックスキャンパーネオ。 シリーズの価格表が配布されているほか、納期の見込みも教えてもらえる。国民的な人気モデルである NBOX のフルモデルチェンジが行われたことで、軽キャンパーのマーケットに新たな風が起きるのか注目していきたい。